城が燃えた日、八方を敵に囲まれるも、お堀から水路を通って人知れず脱出。ショックで口も聞けなくなった私をいつも明るく励ましてくれて。カッパッパーコッポッポ、ささ召し上がれ姫。せめて半分くらい食べてください。焼き魚が皮を。さよ、カッパと三枚におろして拙者先にいただき申した。優しい川松が全身全霊で守ってくれたおかげで、次第に私も笑えるようになりました。でも川松は強い侍なので、きっとこの国のどこかで決戦の日を待っているはず。カッパカッパカッパッパ。決戦に備えて他にはどのような方がいらっしゃるのですか。そうだな、猫まむしはまだ我の国にはついてねえかもしれねえが、嬉しくて嬉しくて、でも泣きません。武士の娘ですから。俺たちが知ってるのはつまりその6人と桃之助、残る3人はまだ会ってねえ。どうなることやらな。きっと大丈夫です、私はそう信じています。さ、眠ってください。ああ、言われなくても。男、奇跡よ。嬉しい。よかったね姉さん。うるせえな、よく眠れねえじゃねえか。兄はまだ幼いまま、金右衛門たちもあの20年前のままね、男。大変、早く新しい焚き木を。ただいま。ゾロさん、なんですかその目玉が飛び出るような姿は。わあ、美人。恐れ入りますが、パンツ見せてもらってもよろしいですか。怖い。私ここでそういうように金右衛門さんから指示を受けておりまして。その美しさ、まるで花魁のようですね。俺はただ寝てただけだ。それを。ごめんなさい、あまりにも寒そうだったものですから。嬉しかったですか。いえ、嬉しかったでしょう。すがすがしいな、てめえ。